はい、こんにちは。えー、たまです。えっ、ー、と、早速ですね、線形代数の、えー、話を進めていこうかなと思うんですけれども、えっ、ー、と、今日は行列ですね。行列とは何かという話をしていきたいと思います。うん。で、えっ、ー、と、まあ、数学の理論っていう観点で言うと、線形代数の勉強するときは、なんか線形空間とか、まあ、ベクトル空間と言ったりもしますけれども、 の上に、あと写像、線形っていう性質を持ってる写像っていうのがあって、で、まあ、これらを使って、この線形空間、あるいは線形写像そのものとかですね、まあ、いろんな性質を調べていくというか、どうなってんのかって見ていくわけですよ。そういう、そういう構造を持ってる集合はどうなってんのかなとか、こういう性質を持ってる写像ってどうなってんのかなとか、まあ、いろんなことを、まあ、あの、見ていくわけです。分析したりするわけですけれども、 まあそれは線形代数学がやりたいことの、まあ、大きい部分だと思います。だけどその中でですね自然とこう行列っていう概念が出てきて、まあ、行列っていうのはまあ言ったら、うん、まあ数っていうもののなんか延長にあるようなものなんですけど、まあ、言った拡張というかね まあ、いろんな捉え方あると思うんですけど、この行列っていうのが線形代数の本の一番先頭に小立てとして並んでいることが多いと思います。それなんでかっていうとですね、行列って、その線形代数の理論から出てくるもんではあるんですけれども、いろんな数学の分野で結構出てくるんですよ。あの、大学で数学勉強、数学科で勉強すると、まあ多分普通、えー、微積やって、えー、線形代数やって、まあこれ並行してやるのが普通だと思うんですけど、 あとなんだろうな。大数学。うん。位相空間。まあ、集合とか位相空間とかの話ですかね。まあ、その辺は多分最初やるんじゃないですかね。で、あとなんだろう。位相幾何学とか、あと多様体だったりとか、ね、なんかいろいろこうあるじゃないですか。数学で複素解析とか、まあ、関数解析とかもそうかな。え、速度論とか。ま、いろんな数学がある中で、まあ、それ、今言ったのは全部すごい基本的な数学なんですけど、あのね、 しょっちゅう出てくるんです、行列って。なので、もう最初に行列っていうものに慣れておくってことも重要だっていうことも含めて、一番最初に行列の話からしていきたいと思います。で行列の定義っていうのを今日はやって、で、あとあの、名前が付いてる行列っていうのがいくつかあるので、それをね、えー、先に説明したいと思います。はい。じゃあ早速行きたいと思います。あの、もう先に絵を見てもらいましょうかね。こうですね。まあ、絵というか式ですけど。 A という大きい文字を以下のように定義します。あの僕は三本線で定義しますという記号にしたいと思います。ああ、これ別に僕のオリジナルでも何でもなくて、えっ、ー、と、あらゆる本にこういうふうに書いてあることがあります。えっ、ー、とですね、これは何かっていうと、A という文字でこの右辺のことを表すよと,と置くよという意味ですかね。で、えっ、ー、と、この一個一個はね、数なんですよ。数。うん。で、 えっと、ここに m×n 個の数 aij って書いてあって、i は1から m, j は1から n まで動くと言ってるので、例えば、えー、a1 2とか a5 3とか、まあそういうことを言いたいんです。うん。えっと、で、こういう風うに取ってきた m×n 個の数っていうのを順番にこうやって 11, 12, 1j, 1n ってこう並べるんですね。そうすると、これ縦に m 個並んでます。これね、1行、2行、点点点、m 行ってあるんですよ。 これ先頭の文字見ると、1、2点、点点点 M って書いてますから、後ろ1でフィックスされてますね。だからこれ縦に M 個なんでですよ。うん。これ M 個。で、横も同じように考えて、これね、1、1、1、2、1J、1N ですから、頭の数全部1で、後ろが1、2、3、4って増えていってるんで、1個、2個、3個、点点点 N 個。だからこれ N 個、こうやって列があるんです。この縦方向が列。で、この横方向は行ですね。で、 と言いますね。うん。で、このように、縦に M 個、横に N 個、並べる。正方形、あ、じゃあ、長方形に並べたもの。これを M×N 行列と言います。M×N 行列。M×N っていうのは、この行列の、この並んでる個数のことを表してるんですけど、こういうのをよくサイズって言ったりしますね。サイズ。行列のサイズ。だからこれ M×N っていうサイズなんですね。うん。わかりますかねまあ、ただ数羅列して並べただけです。 M 縦に M 行、横に N 行になるように並べただけです。だからそれ並べるのに M×N 個いるから、ね、M×N 個の数をこうやって取ってきてで、長方形にこうやって並べた。はい。これを行列と言いますって、ただそう言ってるだけです。はい。で、行列をね、これ、ね、今、だからこういう数の羅列を A と置くって書いてあるんですけど、だからこれのことを、これのことを今行列 A と読みます。 いいですかで。行列 A はですね、この A という文字は普通大文字で置きます。行列を置くときは。で、えっと、このカッコなんですけど、これ別に丸カッコでもいいですよ。丸カッコでも。うん、どっちでもいいです。なんか好みの問題だと思います。はい。というふうにして、行列っていうのはこういうもんだって決めたんですけど、これあの、ちょっとね、いろんなね、例えばこういうのとか、ね、名前があるんですよ。名前っていうか呼び方。うん、ちょっとそれに説明します。これの中身をどう読むか、読むかっていうか、 うん、これからあの説明していく上にで便利な言葉っていうのをちょっと決めます。はい、まあ、これですね。これ今の行列をそっくりそのまま書いてありますけれども、はんこれ上から見たときにさっきも言いましたけど、これ1行目、2行目、点点点、M 行目まで行くんで、M 個あるっていう話しましたね、縦が、うん。これね、I 番目のやつのことを、I、行、大 I 行って言います。大 I 行。まあ、愛行って言ったりします。で、これ1列目、2列目、N 列目。 で、だからここね、J 列目。なんか後ろのそれ字が J になってる。ここですね。これ、第 J 列と言います。いいですかね。うん。で、この、こういう人、こいつのことを第、えっ、ー、と、IJ 成分と言います。I 行 J 列成分のことを IJ 成分と言います。いいですか。行と列が定まれば、1個の要素が決定できるんでね。例えば、だからこれで言うと、えっ、ー、と、2行を2列にいるんで、22成分です。 22成分。いいですかね。はい。というふうに名前がついています。それがこの辺の説明ですね。うん。で、これ。これなんですけど、こういうね、こういう行列。要は、えっと、この成分が AIJ みたいな、えー、数で書いてある行列のことを、こうやって書いたりします。何が言いたいかというとですね、こうやって書くんですよ。A という行列。これのことを、 めんどくさいから、a, i, j と書くって決めてる。そういうことです。で、i と j がどこまで行くか分かりにくい場合は、ここに m まで行くし、n まで行くよって m かけ n って書いておいてください。うん。これで、これのことだって分かりますから。これなんでこんな記法をするかっていうと、まあ便利だからですね。でもこれ全部書くのめんどくさいんで。要は、例えば、じゃあ中身がですね、同じように m かけ n この行列があって、b, i, j で、この i と j が m, m まで行って、j は n まで行くよって言ったときに、これで定義された行列っていうのが他に別にあったとするじゃないですか。それを区別するときに bij って書いておけば、これとこれ違う行列ってわかりますんで。要は中、この行列のこの中身を構成している成分が b っていうので構成されている行列だってことです。これはね。わかりますかね。だから成分で、これは aij で作ってある行列だよと。うん。 ま、この書き方してあると、これは bij で、まあ、i は1から、えー、なんから i は1から m まで、えー、j は1から n までですね。うん。で、えー、作ってある行列が b と、今定義しますよって書いたとき、ね、これもう、これ全部書くのめんどくさいんで、こうやって書いときましょうって、そういうことです。いいですか。ああ、ここちょっと例があるんでね、えー、これ見ると、えっ、ー、と、こういう行列があったときに、こういう行列があったときに、えー、第2列っていうのは、ここのことです。ここ。 いいですね。えー、1列、2列、3列、4列。で、えー、こう書きます。いいですかえっ、ー、と、列っていうのも抜き出したらこうやってカッコでくくっちゃってください。で、第3行ね。1、2、3行ですね。えー、ここ。こうなります。いいですかはい。これは行とか、列とか、あとは成分。あとはこういう略記の仕方ですね。略記。うん。ですね。あの、この後の議論で、こういうのをあの、断りなしに使ったりするんで、 えー、書き方と思ってね、なんだそれって思うかもしれないけど、もう諦めて、えー、付き合うしかないです。<laughs> はい。えっ、ー、と、では、次。ではですね、えっ、ー、と、ここから、ちょっと行列の成分、各成分がどうなってるかによって名前ついてたりするんで、それの説明をします。まあ、全部じゃないですけど、うん。 この後いろいろ何とか行列で出てくるかもしれないですけど、えっと、とりあえずね、代表的というか、まあ、名前紹介する上で行列っていうものにちょっと慣れてもらうという、そういう狙いがあるんですけど、えっと、0行列っていうのがあります。で、これ何かっていうと、すべての成分が0。まあ、だから、例えばこんな感じなんですけど、えっと、こういうのをね、O とか、O の m かけ n って書いたりします。これ、あの、ここ0、数字の0なんですけど、これは大文字の O です。えっと、これ区別しづらいかもしれないんですけれども、 ね、これ0でこれ O。わかりづらいかもしれないですけど、わかりづらそうな時は僕は言いますんで。で、えー、これはやはり大文字の O です。うん。いいですかね。で、あのー、これサイズを明示したい時、うん。これ 2×3 って書いてますね。これ 2×3 ですね。えー、縦が2行、行が2行あって、列が3列あるんで、2×3。いいですね。2×3。今考えているその文脈によってですね、 2×3 なのはもう当たり前だっていうときはもう 2×3 とか書かずに O と大文字の O 一発で書いてこれで0全部0が並んでる行列っていうのを表しますはいえーとじゃあ次行きましょうえー、これただ名前なんでねで天地行列天地行列っていうのは行列の行と列を入れ替えた行列です行と列を入れ替えた行列で書き方としては A の左 型にですね、t と書いてます。小文字の t。で、これは a の t。で、これ、なんか大文字ですね。なんか本見たらこうやって書いてます。で、a の tr ですね。あの、天地っていうのは英語で transpose と言います。transpose。だから tr。で、あと、a のダッシ d a イム a ュ。まあ、どっちでもいいんですけど。まあ、こう書くこともあります。何言ってるかというとですね、まあ、ここに書いてある通りなんですけれども、行と列を入れ替えるって言ってるんですね。それどういう意味かというと、行があって、列に入れ替えるんです。 ここにあったやつを、A っていうのがこうなっていると、トランスポーズの A ですね。これトランスポーズ A って読むかななんか僕が数学の授業を受けてた時、なんかそうやって言ってたような気がするんだけど、A の点値って言ってもいいしね。点値 A って言ってもいいし、まあ何でもいいんですよ。わかりや、ね。で、えっ、ー、と、A っていうのをこのように定義して、トランスポーズの A っていうのはこうなります。 行があって列に入れ替える。だからこう、こうやなっていうのはこうやって入れ替えていってるんですここにあるやつをここに持ってくるんですよ。わかりますかね順番に。1行目を1列目にする。2行目を2列目にする。そういうことです。M 行目を M 列目にする。っていう風に展示します。いいですね。だから、まあ、だから、こう、こう並んでるやつを、こういう風に並んでるやつを、ここ11を軸にして、こうやってパタンとこうやって、違うか。こうなってるやつを、えー、っと、 そうねこう11ってなってるここを軸にしてそうねこう持ってきてのかないいね分かる <laughs> 分かりづらいですねはいまあいいやえー、とまあ具体例でいくと具体例でいくとまあ例えば123456って書いてあったら1行目を1列目に持ってこいって言ってるわけですから123と書いてあればよくて2行目を2列目に持ってくるんですからこうですね これがトランスポーズです。これのトランスポーズがこれ。これのトランスポーズはこれですね。わかりますうん。これを展示するとこうなりますね。わかりますかねうん。えっと、1行目を1列目に持ってこいって僕言いましたけど、別に1列目を1行目に持ってくるって言っても同じことですね。行と列っていうのは別に立場対等なんでね。こうなってのをこう持ってくる。わかりますここを、ここに持ってくる。この A のこの列を、 ここの行に持ってくる。ここね。いいですかっていうことで言うと、別にこれをひっくり返したらこれに戻るのは当たり前なんですよ。だからここにこうやって書いてありますね。A のトランスポーズしたやつをもう一回トランスポーズ食わせると A になります。いいですかうん。はい。っていうことまで分かりました。こういうのを天行列って言います。で、えっ、ー、と、こんなもん考えて何になるんですかって思ってるかもしれないですけど、あのー、後でね、多分出てくると思います。これ。うん。はい。あの、 線形代数のね、ちゃんとした理論の中でトランスポーツ多分出てきますんで。で、えっ、ー、と、次ですね、数ベクトルというのがあります。数ベクトルって言ったら何かっていうと、もう 1×n とか m×1 かの行列と思ってください。こういうの行ベクトルとか列ベクトルって言うんですけど、えっ、ー、と、1×n。この、まあ、例で行きましょう。1×2 ですね。こういうのを行ベクトルと言います。うん。さっきの行列で言うと、こうやって横向きが行でしたね。こういう並びが。 それをこう抜き出してきているようなイメージですね。うん、行ベクトル。で、えっ、ー、と、m×1 ですね。これ、これの場合は 3×1 ですけどね。これ縦に並んでいるやつ。こういうのを列ベクトルと言います。えっ、ー、と、ローベクターで、カラムベクターですね。カラム、カラム。うん。いいですかね。はい。で、まあ、こういう列ベクトルとか行ベクトルっていうのを総称して、えー、数ベクトルと言ったりします。うん。はい。いいですかね。 はい。で、えっ、ー、と、成分が全部ゼロの数ベクトル。だから、成分が全部ゼロの行ベクトルとか列ベクトルっていうのは、えー、ゼロベクトルと言います。はい。でえっ、ー、と、この辺からですね、えっ、ー、と、ちょっと特殊な形の行列になってきます。うん。まあ、さっきのトランスポーズ、点値だとか、えー、ゼロ、 行列とかは別にあの M×N っていう行列のサイズとか形とかどう、あの、あんま関係なかったんですけど、ここからやるのは正方行列ってやつです。正方行列。これ何かっていうと、N×N みたいにあの縦と横のサイズが一緒になってる正方形の形してる行列です。正方行列僕最初に行列定義しますって言った時に長方形型に並べてますって言ったんですけど、正方形に並んでるんですね。 うん。という、ちょっと特殊な行列で、あの、線形代数の理論においては、この線、正方行列の方が結構重要というか、理論の中心になってきますね。うん。はい。まあ、それはちょっと置いといて、えっ、ー、と、まあ、行と列の数が等しい行列。ね。んで、n×n 行列のことだったら、それは n 次正方行列と言います。n 次正方行列。いいですかこのように n 個。 n 個、並んでます。だからここはね、nn n で一しますね。ここも 1n で、ここ n1 でね。いいですかね。はい。で、えっ、ー、と、この対角成分ですね。この 1122nn n。この対角線、こっちじゃなくて、こっちの斜めじゃなくて、こっちに並んでる対角線ですね。これのこと対角成分って言います。対角成分。うん。いいですか。で、対角成分以外が全部ゼロの時。つまり、この辺が全部ゼロになっている時ですね。 それのことを対角行列って言います。いいですかで、えー、具体的にはですね、こういう形してますね。例えば、2、5、8って並んでて、えー、残り全部0。対角成分だけ、えー、0じゃない。で、こういうのを、あの、これまずサイズが3個だから、えー、と3次の正方行列だから 3×3 じゃないですか。まあ全部000って書いてますけど、あの、普通ですね、一般的には横着して、例えば1、2、3、4、5ってこうやって書いてあって、ここに全部 ゼロ並べるの大変だし、まず綺麗に書くのめっちゃむずいじゃないですか。だからこういうところ、こうやって00ってこういう書き方したりします。残り全部0だぜっていうのを言うときに、こうやって横着して、ここに0バカってこうやって書いたりします。いいですかこれは、えっと、1000、02000、00300のことです。これ見づらいですかね ?12345 って書いてます。いいですかちょっとちっちゃいかもしれないです。えっと、まあ、そういうことです。いいですか 横着して、そうやって書くことがあります。で、えっ、ー、と、まあ、対角行列についてはいいですね。対角行列。で、次。対角行列で、対角成分が全部1の行列のことを単位行列と言います。単位行列。えー、つまりですね、この斜めに並んでいる、これが全部1で、残り全部0になっているやつですね。うん。それを単位行列と言って、E とか E の N とか書きます。 これ N っていうのはサイズを表していて、あの単位行列っていうのは正方行列に付随している概念なので、あの m、m け n みたいに縦と横のサイズが違うものではないんですよ。だから N って書いておくともう n かけ n で正方形なので EN と書けば n 字正方行列になっているということがわかります。だから EN と書くと、まあ、例えばこれ E2 ですね。E2 と書くとこの2け2のサイズで11並んでいると。 いうことです。こういうのを単位行列って言います。まあ文脈から明らかな場合は E とえー書きます。E の2。この2はいらないです。わかりますかねはい。えー、これすごい、あの、重要な行列です。いいですね。はい。じゃあ次行きましょう。 はい。えっ、ー、と、これ今日最後になります。あそうだ、言うの忘れてましたけど、一応ここにページ番号を打ってあって、で、あの、僕、紙にあらかじめ書いて説明していってるんで、あの、前のページに戻ったりしますって言った時に、ここの番号をちょっと、あの、見といてほしいんですよ。ここの番号を見れば、新しいページか、前に一回見てるページかわかると思うんで、た分迷うことないと思うんで、一応ここに6って打ってるんですけど、見えますかねうん。はい。こういう、 ところですね、画面上見づらいなとかなんかそういうことあったらぜひですね、あの、ご意見いただけると非常に助かります。はい。あの、質を向上させる上では、あの、意見はとても尊重したいと思っていますんで、はい。えー、次ですね。また、これあの、正方行列の話の続きですね。正方行列の続き。ちょっとさっき戻ると、はい、いいですね。これ正方行列についてこうやってね、えー、これに付随する概念、行列っていうのをどんどん見ていってます。で、次ですね。えー、ここ。 はい。対角成分がすべて等しい、えー、対角行列をスカラー行列と言います。例えばこういうやつです。これは対角に2が全部並んでいて、222と並んでいて、残り全部0です。いいですね。うん。だから、あの、E もスカラー行列の一つということになりますけれども、うん。まあ普通これのことをわざわざスカラー行列で言ったりすることはないですね。これは単位行列って名前ありますからね。えー、ということで、まあこうなってますと。いうことですね。はい。 え、これをスカラー行列と言います。な、ま、ん、あ、でスカラー行列っていうのかっていうとかっていうのは、まあちょっとあの、行列の間の演算っていうのをですね、次回定めていきたいと思うんですけれども、まあ、行列同士を足したりとか、あとはどういう時掛け算できるかとか、なんかそういうのを定めていくんですけど、えっと、こういう行列っていうのは各成分を2倍するっていうような、そういう行列になってます。いいですか例えばこれに、ね、あの、掛け算っていうのを定めていくんですけど、例えばなんかこの行列があったとするじゃないですか。 ね、これにこれかけると全部の成分が2倍になったりとかっていうことがあるんですけどそれはまあちょっとあの演算っていうのをちゃんと定めてから説明すべきことなんで今日はちょっと端しりますと。で次、えー、トランスポーズの A が A と一緒になる時対称行列と言いますでこれ見てもらうと分かると思うんですけどねこれあの行と列、ね、行と列、えー、行と列ですねこれあの さっきみたいにトランスポーズ入れ替えてみると、これ同じ行列に戻ってきますね。これトランスポーズ A が A になるってうそういうことなんですけど、こういうのを対象行列って言います。まあ見るとわかると思うんですけどね、この行列、この対角で見たときに、対角を中心にバッと見たときに、これそれぞれ対象になってますね。わかりますかね言ってることね。これ、ここを軸に。 ここを軸に。ね、1,2,3というのを軸に見ると、これ見事にこうなんか対象になってます。こういうのを対象行列と言います。じゃあ次ですね。えー、トランスポーズ A がマイナス、えー、っと、マイナス A となるとき。ちょっとこれダメですね。この書き方。マイナス A というのは、じゃあどうやって定義するかというと、マイナス A っていうのをこのように定義しておきましょう。マイナス AJ。まあ AJ というのは数ですからね。数ですから。これのマイナス倍っていうのをこのように入っている行列だと思ってください。これのこと。 だからトランスポーズ a というのはマイナス a マイナス a はこのように定義しますね。えー、これを交代行列と言います。これが成り立っているとき。まあ、例えばこんなやつです。いいですね。はい。えー、これひっくり返すと、どうなりますね。これひっくり返すと、えっ、ー、と、こうなりますね。はい。だからこれがトランスポーズ a で、これですね。これ。ね。えー、これのス A マイナス A って何かはい。こういうのを交代行列と言います。交代行列。はい。えっ、ー、と、で、最後ですね、えー。三角行列についてちょっと話したいと思いますが、A というのをこのようにします。A の成分っていうのは Aij ですよと。まあ、サイズはまあ、今書いてませんけど、じゃあ N×N にしましょうかね。つまり、i と J は共に1から N まで行くと。えー、その時にですね、この i と J の代償関係で、 i の方が j より大きいところ全部ゼロになっているような行列のことを上三角行列と言います。これ見てください、これ。例えば a が3次の行列だったとすると、111213ね。えー、なんだ。a 二1 a 二2 a 二3 a 三1 a 三2 a 三3と。これ。だから i の方が j より大きいってことは左に書いてある数字の方が右に書いてある数字よりでかいってことだから、これとこれとこれがゼロです。だからこの形になってんですよ。 対角があって、その上ですね。この、うん。ここが、まあ、0じゃないやつがいてもいいんだけど、そこ以外は全部0になってる。ですね。うん。この形の行列のことを上三角行列と言います。で、もちろんですね、これあの、i と j の代償関係がもしこうやって書いてあったら、これ、どういう形になるかっていうと、うん。えー、今度はですね、ここが0になります。ここ。だから形としてはこうなりますね。こう。 いいですかこれ、下三角行列って言います。下三角行列。うん。こんなもん何の役に立つんだって思うかもしれないですけど、これもね、後々出てきますんで。はい。ということで、今日はまあちょっと行列というものを定義し、行列っていうものに、まあ慣れてもらうという意味合いも込めて、ちょっと名前がついている行列について説明しました。うん。で、次回はですね、行列と行列の間の、まあ演算。例えば、行列と行列足したいな。行列と行列かけたいな。とか。 それ演算ってやっぱしたいじゃないですか。うん。ただ行列っていうのはこういうもんです。ボーンって決めただけだと、えー、だから何ですかっていう話になっちゃうんで。うん。あの、演算を定めていくんですけど、うん。次回ちょっとそれをやっていきたいと思います。ということで、えっと、ぜひチャンネル登録ですね。えー、この後どん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 理論を進めていきますんで、チャンネル登録いただいて、えー、継続的に見ていただけると非常に、えー、嬉しいです。ということでですね。はい。じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。はい。お疲れ様でした。